皆さんこんにちは、増田敏夫でございます。皆さんにですね、申し上げたマジックデーというのをちょっと思い出していただきたいんですが、一番最初に申し上げたのはですね、確か2月の4日という日を言いましたね。この2月の4日というのはですね、まあ世界の株価、日経平均、それからニューヨークダウですね、1月の10日からコロナウイルスの関連でですね、どんどんと下げてたわけです。1月の20日からずっと下げててね、下げると不思議なことに、リバウンドすると、でリバウンドするとまた下がる、またリバウンドする、また下がるっていうのを、まあ、3回ぐらい繰り返していたわけですね。でその最中に私が申し上げたのはですね、2月4日これが最後と言ったんですよ。でどういうことかっていうと、2月の4日からですね、今下がってる株はボンと上がりますよと、でこれが最後の上げだと、もうそれからはですね上がらないんですよという意味なんですよ。だから2月4日になると、私の言った通り株価はボーンと上がってですね、年初来の高値、ニューヨークダウで、確か29,300ドルですかをつけましたね。それがだから私の言う第2のマジックデーである2月の10日なんです。でそしてこの2月の10日は最後の上げで、もうこれから先は上がらないと、もうこれからは下がるだけだということで、どんどん下がっても決してリバウンドしないと、いつリバウンドするかは私が皆様に後ほどお教えいたしますと、こういうふうに申し上げたわけですよ。でどんどん下がりまして、ニューヨークダウ4000ドル以上、日経平均も3,200〜3,300円ですか、ずいぶん下げてですね、まあ高値から 13% ぐらいの下げとなったわけですね。でそして私が突如3月の2日というマジックデーを皆さんに発表したわけです。で3月2日っていうのは何かと言いますと、今までずっと下がってきた、つまり調整が続いていた、これが終わった日だと、3月の2日に調整は終わったんだと、でこの日から株価は上昇に転じるんだと、こういうふうに申し上げたわけであります。さらにですね、上昇するけれども乱高下、上がったからといってそのまま上がるとは限りませんよと、上がると必ずまた下がりますよと、それからまた上がりますよ、また下がりますよ、上がりますよと、つまり乱高下ですね。乱高下をしながら上がっていくんだと、まあ、こういうふうに申し上げたわけです。そうするとですね、当然のことですが、3月の2日になるとですね、ニューヨークダウが1000ドル以上跳ね上がりまして、私の言った通りですね、まさに上げに転じたわけなんですよ。そうすると翌日になるとですね、700ドル高、800ドル高、ドーンと下がりまして、下がったわけです。そしてまあ昨日の話なんですが、ニューヨークダウはですね、今度は1100ドル以上ですよ。ドーンとまたこう上がってる。まさに絵に描いたような乱高下ですね。そして、この上げ幅の方が下げ幅よりも大きいということですから、間違いなく上げ基調に乗ってるわけですよ。ただし、乱高下をしながらという、私の言った通りになってるわけですね。で、なんでそういうそのことがわかるのかと、なんで2月の4日といい、2月の10日といいですね、そしてまた今度は3月の2日と、どうしてそういうふうに正確な日にちがポンポンと出てくるんですかと、いうことなんですが、まあ正直言いまして、それは私が言うからというしか言いようがないでしょうね。生意気な言い方かもしれませんが、まあ理由はないというよりも言えないと言った方がいいですかね。まあ例えば3月の2日といって、ニューヨークダウがその夜中、その翌日1000ドル以上跳ね上がったんですが、それはですね、ご存知の通り火曜日になると FRB の議長さんがですね、いきなり 0.5% の利下げということを発表するしたんですよ。普通ですね、利下げとか緩和の発表するのは FOMC といいまして、アメリカの FRB の金融政策決定会合 FOMC というのがあるんですが、ここで発表するというのがですね、決まりなんですよ。
まだ FOMC はですね、3月の17、18日でまだ来てないんですよ。にもかかわらず利下げを発表するっていうのは、まあ異例中の異例なんですよ。普通そういうことはないんですよね。大事なことは、そういう普通ではないこと、誰も言ってないこと、 FRB の理事の方も一言も口に出してないこと、それが突如 0.5% の利下げを発表すると記者会見を FRB の議長はしたんですからね。だから市場もみんな驚くわけですよ。だから株価上がるのは当たり前なんですよね。私はちょうど1週間、その3月2日の1週間前にですね、夢を見まして、FRB の議長さんとシカゴの、地裁の、地裁ではなくてシカゴのですね、連邦準備銀行シカゴの総裁さんが、この2人でひそひそと話をしているわけですね。これ夢ですからね。でそこにですね、不思議なことに私の親友がですね横に座ってるわけなんですよ。ニコニコ笑いながらね、そういう夢を見たんですよ。そしてそのまあ話し合いが終わって、私の親友がトイレに行くわけですよ。もう話し合い終わったんですから、トイレに行くんですよ。今度はトイレの中から私に電話がかかってきたんですよ。増田さん、増田さん、面白い情報をあげるよ、とこう言うんですよ。あ、何ですかって言ったら、極秘中の極秘だけども、3月2日になると FRB は突如として 0.5% の利下げを発表するよ、とそういうことなんですよ。へえ、そんなことがあるんですかね。いや、異例中の異例だけども、 そういうことになるよ、とではね、と言って電話が切れたんですよ。これ夢ですからね、言っておきますが、したがって私が目が覚めたらそのことをまだ覚えてまして、じゃあ3月の2日から株は上がるな、とこういうふうに思ったもんですから、一斉に私のここ一番とか、インターネット放送、インターネットセミナーとかですね、あるいはこの番組とかでですね、3月2日、Twitter にも3月2日は、調整の最後の日だと、そして阿部基調に変わるターニングポイントだなんてですね、Twitter にも書いたり、もうそこらうち中でですね、3月2日と言いまくったわけですよ。それで3月2日になりましたら、もうご存知の通り、ニューヨークダウが1000ドル以上跳ね上がると、まあ、こういうふうになったわけですよ。で、その翌日になるとニューヨークダウはドカンとですね、確か800ドルから700ドルぐらい下げましてね、元の 木阿弥というか、アナリストとかいろいろ専門家はですね、この1000ドル上げたけども、あの FRB の議長の利下げはあまり意味がないと、緩和をするんですかと記者に聞かれたら、いきなりノーで、その断ったと、いうことで、この今経済が冷えているところに活力を与えるのに 0.5% のその利下げをしたって何の意味もないというような話が出てきます。そうすると株価がまたドーンと700ドル800ドルこう下がるとね。でそうすると昨日の夜、まあ日本時間でいうと昨日の夜になりますが、ニューヨークダウはですね、今度は1100ドル以上上げてるわけですよ。ドーンと上げてるわけですね。私の言う通り、乱高下と言わなくて何て言うんですか、1000ドル上げて800ドル下げて1000ドル上げてまた下げて、これ乱高下って言うんですよ。でこの乱高下を繰り返しながら、上げ幅の方が下げ幅よりも大きいわけですから、平均株価は上昇気流に乗っていると、こういうお話なんですよ。ですから、まあなんでそういうことがわかるかっていうことは、まあ聞かないでいただきたいし、私もまあ言いたくないというか、言えないことが多いわけですから、まあ夢の話ぐらいはしますけども、あれは夢であって現実じゃございませんから、まあ夢の話もあんまりしてるうちにです、夢じゃなくて本当だろうなんつってですね、疑われるとまた問題になっては困るんで、まあ言いませんけども、まあとにかく私の言うことは全部当たると思ってください。そして、理由は夢だと、増田先生がまた何か夢を見たらしいということで、興味を持っていただいて、しげく増田チャンネル、あるいは私の
無料放送の増田敏夫の目から鱗インターネットセミナーという無料のですね、動画もありますし、まあいろいろありますから、しげくですね、私の情報を常に追っかけ回すぐらいにしていただくとですね、それなりのご利益があるんではないかなというふうに思います。まあツイッターはですね、ほぼ毎日あるいは1日おきぐらいに書いて、あれはあんまり長々とその書けないもんですから、軸に制限がありますから、まあちょうど俳句ではありませんけども、なんか意味のあることを必ず書きますから、まあツイッターの方もですね、一生懸命、この見ていただきたいというふうに思っております。今日はそういうわけで、話は終わりますが、また言っときますが、これから先ですね、ちょっとしたどえらいことが起きますから、今から言っても始まりませんから、どえらいことが起きる1日前に皆様にお話をするということを約束しておきます。次の放送はですね、ブルンバーグさん、私よく知ってる人なんですが、ブルンバーグさんがまた断念して、大統領選から降りられましたけども、これにはいろいろな裏がございまして、その裏話はですね、また後ほど放送させていただきます。では今日はこれで終わらせていただきます。